はい、ようこそ諏訪ということで、うん、まあこっち口しか出口がないからね、ファミスワ駅。立派だね。うん。こういうの取っとかない。はい、着いたね。暮らすわ。はい、じゃあ行きましょう。はいはい、ゆっくりしましょう。スワンも見えるから、うん、多分、ね、展望デッキの方行って、うん、寒かったですね。いや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 、入りましょう。レストラン行こうよ。うん、うん、早めのご飯で。2階がレストランだな。ここはレストラン。はい、展望台行ってみましょう。せっかくだから。2段とか。すごいね。あ、でもそこら辺雪ね。そうだね。はい、持ってきました。うん、サラダはブッフェスタイルなんだよね。スープ、スープね、うん、はい、メインのプレートが来ました。ね、綺麗だね。うん、美味しそう。私はこれで、妻はこれですね。パスタも美味しそうだね。うん、じゃあいただきます、ね、行きましょう。撮ってるよ。はい、片倉シルクホテルね、着きましたね。着きましたね。はちみつレモンみたいな味だよね。美味しいね、これね。はい、305号室。右手がこんな感じですね。
い景色がこんな感じで見えますね。すごくよく見渡せますね。出られるね、うん、じゃあ続いてこっちが寝室ですね。はい、そして、お風呂がね、ついてる部屋なんですね。源泉かけ流しのお風呂がついています。まあ、後でアメニティとかを取ってきますけどね。お風呂です。いや、温泉がついてるなんていいですね。景色も見ながら入れる、こういう感じ、うん、はい、バスアミニティの紹介です。部屋はこれですね。特にこれ飲んでいいですよとか言ってなかったよね。ね。去年できたばかりのねホテルなので、ね、相当綺麗です。はい、大体こんな感じです。はい、お部屋のすぐ隣が、ね、これライブラリー？ライブラリーですね。ブチッと切れたら面白いね。はい、食べやすいよね。うん、さつまいものスープね、紅はるかのね、はい、どうですかお魚料理ね。え、おいしそうだね。どうですか口直しは、うん、はい、メイン料理どうですか。わさびでね。これ食事はラストかなこれで、うん、最後シルクカレーだね、うん、お蕎麦も選べたけどね、あえてカレーにしました。どれ全部はい、デザートの続きです。結局ね全部もらったね、うん、全部くださいって感じ。
やなんかすごい心が温まるわ。夜の雰囲気もいいね。景色がね、ちょっと見えるからいいね。うん、はい、まずはサラダがね、出てきました。オレンジジュースかな。うん、はい、スープも来たね。ミニストローね、焼きました。グラスワというところにね、昨日ランチしたところです。今からちょっとね、お土産を買いに。あ、今日の方が風が、うん、今日の方が冷たいけど弱いよね、風がね。弱い、全然弱いね。はい、昨日はね風が強かったんで、今日は改めて諏訪湖を撮ります。はい、こんな感じでね、凍ってますまだね。で、昨日あそこにある遊覧船をね、これ乗ろうと思ったんですが、当たり前ですよね、動くわけもなく、うん、固まってるね、足元ね、うん、もうだって船のとこに氷がね、張っちゃってるもんね。ここまで行くな、うん、あ、すごいね。あ、すごい怖いね、凍ってます。ありがとうございました。お世話になりました。お荷物お席でよろしいですか？あ、大丈夫ですよ。はい、ね、送ってもらっちゃった。どうもありがとうございます。はい、今から帰ります。上諏訪駅どうでしたか？上諏訪は良かったね。良かったよね、すごく良かったわ。はい、じゃあ今から帰ろうか。来たね、特急あずさが来ました。